ではお話を伺いします。バンラ八戸背番号22、穂積亮選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は12月16日水曜日の収録です。はい、さて穂積選手、はい、今日からスキマスイッチが全国ツアー始まりますね。よくご存知で。八戸はないですね、残念ながら。ちょっとね、いろんなとこに行けないのが残念って言ってました、本人たちが。うん。動画で言ってました。もうツアー日程はでもチェックしました？あ、しました。でも行けないなと思って。あ、そうか。残念ですね。ちょっとなんか考えて、そのアップテンポじゃなくてバラードとミディアム系でやるライブがらしいんで、ちょっと貴重台行きたかったんですけど。音が何の話してんのこれ。配信とかあるんですかね、スキマスイッチのライブをね。あ、やってますよ。結構序盤で5月ぐらいにライブ配信有料で見てます。そうかそうか、わかりました。いやー、雪ですよ雪。いや本当ですね、もう何回来ても慣れないですねこれは。現時点のプラスタや人工芝の様子はどうなんでしょう？そうですね、まあ、がっつり、まあ、積もっているんですけど、全面。そんな高くはないんですけどね、ちょっと凍っちゃってて、厄介な感じですね、うん。はい。トレーニング、今週できてます、チームは。そうですね、まあ、恒例の雪かきからの練習スタートっていうのは、もう恒例で、はい、もうしょうがないかなって感じですけど。はい、まあ、そうですね。はい。まあ、今年はね、今週まで試合ですからね、ちょっと、雪、氷の影響を受けているということですけれど、さあ、いよいよ今週が、今シーズンの最終節ということになりました。まあ、ちょっとあの、はい、雪かきトレーニングがメインのチームかと思うんですけれど、雰囲気どうですか、チームは。そうですね、まあ、例年に比べて、まあ、時期的には長い、シーズン。になっているんですけど、やっぱ結果を、思ってるようには出せていない現状があるので、まあ最後、まあもう残り最後だから言えることなんですけど、まあ最後だけでもやっぱ自分たちの意地なり、やっぱ応援していっていただいている方々にやっぱ見せれるようにっていうモチベーションで、この1週間チーム全体で臨んでいけるようにはっていう雰囲気にはなってますね。はい。もうちょっとできっと今年のチーム、今年のメンバーも解散になっちゃうので、そういう寂しさみたいなものもやっぱりあるんでしょうか？そうです、まあ、特に今年は対談者が、まあ、自分もそうですけど多いので、やっぱこの長年親しんだプラスタの練習場で、練習できるのもわずかですし、このメンバーで練習できるのもわずかですし、まあ、支えてくださっているボランティアのご飯作ってくれるおばちゃんだったり、掃除をしてくれてるおばちゃんたちだったりっていうのも、やっぱみんな仲間だと思って今までやってきたので、そういう人も最後なので、やっぱ名残惜しいというか寂しい気持ちはやっぱりありますね。はい、ペラスタのおばちゃんのご飯食べられるのもあともう何回かですね。本当もう今日入れて3回ぐらいじゃないですか。わー、いっぱいおかわりしますわ。もう食べ残さないようにいっぱいお返ししますもん。食べときますもん、来年まで。ためダメってできないですからね。ね。消化するでしょう、次の日は。はい。サポーターの皆さんもご存知かと思いますが、穂積選手は2017年に八戸にやってきてくれて、今シーズン限りで新しい道に進むことを決断して、まあ、ほとんどの方がびっくりされたと思います。はい、これ聞いていいんでしょうか、おっしゃっていただける範囲ではいいんですが、今回のその新しい一歩を踏み出す決意ってどういうふうにこうしていったのかなってこう聞きたいんですが。まあそうですね、まあ、この決断をするにあたって、ものすごくもちろんですね、悩みました、すごい。で、やっぱ4年間、ここで在籍させて、いただいて、やっぱサポーターの人、方にも認められる部分も、たくさんあったと思いますし、なんだろう、自分の立ち位置っていうのも、
自分で把握できるような状態になっていて、すごい居心地のいい場所ですし、自分が全力出して、プレーしていきたいと思えるようなチームだったと思うんですけど、やっぱこの4年いて、じゃあここから自分の成長とか、そういうのもう一度考えたときに、その居心地いいとこだけに甘えるんじゃなくて、やっぱ一皮むけるためにもう一度自分の中でチャレンジが必要かなと思っての決断でしたね。まあすごく悩みましたけど、はい。そのような、はい、決断でした。じゃあ後悔はないですね。はい。やっぱ、ここで後悔があるって言ったら、まあ、全然応援していただけないと思うんで、後悔はないです。寂しい気持ちありますけど。はい。どんな4年間でしたか？八戸では。そうですね。やっぱ一言で表すのは難しいですけど、いろんな人に助けられて、いろんな人に支えられて、そういう4年間でしたね。やっぱ出会いも、やっぱ知らない土地に来て、4年間過ごす中で、いろんな方に出会わせてもらって、応援していただいて、やっぱ自分一人の力じゃ、絶対に、こういうところまで来れなかったと思うので、やっぱそれは、八戸、バンナーレ八戸でチームもそうですけど、町の人だったり、スポンサーの人だったり、方だったり、やっぱそういう人が一体となって、まあ、ファミリーになっていたからこそ、やっぱ一人の個人ではなくチームとしてとか町として盛り上がったり、上に行けたと思うので、やっぱいろんな人に支えられ助けられたなっていう、本当に感謝しかないですね。サッカー選手としても社会人としても成長できた4年間でした？もちろんそうですね。サッカーもやっぱり J リーグ昇格っていうのは一つの大きな、思い出というか、達成したことだったと思いますし、まあ、社会人としても、まあ、チームの職員として働かせていただく中で、まあ、それ以外でもそうですけど、本当にさっきも言いましたけど、いろんな人と出会って、いろんなことが起きて、失敗して、またそれを挽回してっていう繰り返しだったので、本当に自分の、まあ、社会人としての基盤といいますか、そういう基礎が4年間で積み上げられたかなっていうふうには思います。トーク力も積み上げられたんではないでしょうか、特に今年1年。そうですね、だいぶ違うところでの活躍が目立ちましたけど、そうですね、まあ、こういう状況、まあ、世界的にこういう状況じゃなかったら、その YouTube、ちょっと番組を持つみたいなこともなかったと思いますし、まあ、そこでちょっとまた違う一面を見ていただけることで、こんなやつだったんだみたいな、まあ、そういうことも実際いただいたんで。まあ、そういう意味ではちょっとなんか良かったですね。まあ、そチームのことをアピールするのもそうですけど、個人としてもそうでしたね。はい、バンキンナイトは次の最新回はいつなのか待ってるんですけど。でもあれですよね、もう12月16日なんで今日。まあ、ちょっと2020年も終わっちゃうじゃないですか。はい。なんでそのバンキンナイト最新回と言われるとちょっと難しいんですけど。ファン感謝祭やりますから。あ、そうだ、21、22ですね。はい、今年はね、2年間僕が実行委員長やりまして、去年まで、バトンタッチということでね、新生実行委員長、金子選手が出てきまして、今年はオンラインでやるのともう意気込んでいるので、ちょっと発表、内容の発表もね、リリースもあったと思うんで、はい、そのメンツと内容を見てもらえば、ちょっとバンキンナイトに近いものがあるんじゃないかな。一部の、そうですね、時間でちょっとバンキンナイト特別号があるんじゃないかっていう話もね、ちらほら聞いてます。はい、実行委員長は準備頑張ってますか？いや、もう準備頑張ってます。やっぱ僕もやってるんでわかるんですけど、すごく大変なんですね、あれね。で、やっぱ、まあ、小泉さんにもね、協力していただいた、こともありましたけど、やっぱそれもそうですけど、一人じゃやっぱ何でもできないんでね、経験した人に頼ってほしいですし、みんながその熱量でね、ファン感謝祭を成功に向けられればと思います。はい、21、22、2日間開催ですね、夜7時からの配信と、
ちょっと平日の夜で見にくい方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとどうしても日程の関係で、今年は時間がなくてですね、その時間しかないということで、ちょっと遅いっていうか、平日なんですけど、ぜひいろんな方に見てもらいたいですね。はい、はい、楽しみにしたいと思います。4年間何か振り返って、まあ、月並みな質問で恐縮なんですが、印象深い試合は、はい、場面は何か、うん、今パッと出てくるものはありますか？いやー、これはもうそうですね、やっぱり誰に聞いても昇格した試合ですかね。 J リーグ昇格を決めた三重戦と、ホーム最終戦のって言えばジェイロ宮崎戦、やっぱこの2つはなんだろう、もうパッと思いつくのはやっぱこの2つですかね。やっぱ三重、まああの時の当時の監督の葛野さんが、三重戦、まあ残り2試合ってなった時に三重戦と宮崎戦があって、でその行く前に、まあ、昇格があと一歩というところで、これは前半戦と後半戦なんだっていう話をクズさんがしていて、戦に勝っても後半戦まだ宮崎があるから絶対最後まで戦い抜こうという話をやっぱミーティングでしていたので、で残ってる、まあ、三重に行けない残ってるメンバーもいたんで、それで三重戦戦って、成績上昇格が決定して、で宮崎八戸帰ってきて宮崎戦で、観客動員数を送り出して、リーグ昇格がほぼ確定という状況で、やっぱあの1試合っていうのは、なんだろう、試合前から、まあ1試合1試合変わらずやれるのはもちろんなんですけど、やっぱ試合前からちょっと雰囲気って緊張感のある雰囲気の中で、それでもやっぱ勝ちを出せたっていうのは、やっぱ上がるべくして上がれるチームだったのかなっていうふうには、後から思ってもそう思いますね。うん、はい、その経験はね、絶対新しい道にも必ず生きるものでしょうね。はい、そうですね。まあ、サッカー選手において昇格、まあ、どんなカテゴリーであれ昇格っていうのは、やっぱ、そう簡単にできるものじゃないと思うので、うん、まあ、昇格を経験した一員として、やっぱ、次のチャレンジでも絶対そういうことは伝えていかなきゃいけないし、伝えられなきゃ、うん、意味がないと思うので、うん、そういう意味では、そうですね、そういう、経験っていうのは、まあ、サッカーだけじゃないですけど、多分社会に出たとしても一緒だと思うので、そういうのを伝えられるような人間になっていきたいですね。はい。新しいチャレンジ、まあ、はい、具体的におっしゃっていただかなくても大丈夫なんですが、はい、だいぶ見えてきました？これからかな？まあ、そうですね。ちょっと他との関係もあって、ぼちぼちですけど、まあ、なんていうんですかね、新しいチャレンジって言い続けてるから、なんかちょっと紛らわしいかもしれないんですけど、サッカーは続けます。うん、はい、サッカーは現役を続けて、やっぱどこ行ったとしても、それ全てチャレンジだと思うので、はい、そういう意味では、まあ、そうですね、ぼちぼちしか言えないですね。はい、それを聞いて安心しました。さて、残る選手も、新しい道に進む選手も、はい、引退する選手もみんなで臨むアウェーですけれどもね、今週の最終節、はい、セレッソ大阪との対戦となります。試合出る方もそうでない方も、本当に過ごす時間は残り少なくなっていると思うんですが、はい、どんな気持ちで最後の今季のチームとしての最後の試合、穂積選手はどうチームのために頑張ろう、動こうと思ってますか？そうですね、まあ、現状というか試合に、大阪に行けるのは人数的には17、8人ぐらいというのはもう確定してるんで、うん、まあ、行った選手とか行くかもしれない選手はやっぱ現場で勝利をもぎ取ることに必死になると思うんですけど、まあ、もし、うん、そうじゃなくてもやっぱサポーターの方とかスポンサーの方々とか今まで応援してくださった人たちにやっぱ勝利を届けるっていうのが僕たちの義務だと思うので、やっぱそういう意味ではまあ試合だけじゃなくて1週間のチームの雰囲気だったり練習の雰囲気だったり
っていうものがやっぱ週末の試合の勝利につながってくると思うので、やっぱそこは全員チーム全員で、雰囲気を作っていって、まあ思いは、一つになって、試合に向かっていけば、まあ、もし勝利ができなかったとしても、見ていただいている方に納得ができるような、姿勢の試合ができると思うので、やっぱそういう雰囲気作りっていうのは一週間、怠らず、隙を作らずやっていきたいと思っています。はい。はい。さあでは、最後になりますが、まだもちろん今度の試合も残ってますけれども、まあ、来週のファン間でもいっぱい多分泣きながら挨拶はするとは思うんですが泣くかは分かんないですよ。ぜひあのサポーターの皆さんに、今日の時点で一言メッセージいただけますか。そうですね、とりあえず、まあ、まだ1試合ありますけど、4年間本当にありがとうございました。最初にやっぱこの決断をした時も、そうですけど、チームに対しても街の方々、サポーターの方々、スポンサーの方々に対してもそうですけど、本当に感謝の一言に、つきます。大学卒業して、何もなかった僕をやっぱここまで成長してさせていただいたのもそうですし、僕に関してはちょっと家族もあのお父さんお母さんもすごく、この八戸の街の方々によくしてもらってですね、本当に感謝しかないです。まあ、こういう決断をしてチームを離れるっていう決断をしましたが、この僕が、やってきた行動だったり言動、4年間の言動行動っていうのはもう嘘偽りないので、本当にチームのために、尽くしてきたつもりですし、チームのためを思っていろんなことをしてきたつもりです。なのでもし違うところに行ったとしても、八戸への愛だとか、感謝っていうのは絶対に忘れることなく、やっぱどこにいてもやっぱ今までお世話になった方々に、と心がつながっていると思うので、もちろん最後の試合もそうですけど、僕のこの後の、チャレンジも、尊重していただいて応援していただければなと思います。本当に4年間ありがとうございました。はい、本当に思いをしっかり言葉にして発信できるようになりましたね。すごいなと思いました。ちょっと入団した頃をちょっと思い出してしまいました。入団した頃はもうマイク持って震えてましたから、うん、でしたね。はい、じゃあ本当にいい締めくくり、チームとしていい締めくくりをしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、来週のファンカンも楽しみにしてますからね。あ、そうです、ファンカンぜひ見てください。はい、あ、なんかオンラインサイン会っていう、おお、新しい、なんかティガーマスクさんが発案したらしいんですけど、斬新、なんか地上初だとか言ってたらしいんですけど、なんでから結構やってるチームはあるらしいです。あ、うん、あの僕も好きなプロレス団体もよくやってます、オンラインサイン。全然初じゃないんですけど、まあ、そういうのもあるらしいんで、なんかグッズ買っていただくと、うん、あの特定の選手サインもらえるらしいんで、ちょっとぜひね、そういうのもあるんで、はい、金子も頑張ってるんで、皆さんぜひ見てください。わかりました。はい、ということで今週のインタビューは背番号22、穂積亮選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。